スナッチ、心を奮い立たせるまじないだ。ふーん、俺いらねえ。それよりジジイ、昔侍だったのか。道場のみんなが言ってた。黙らせとき。今に海軍が押し寄せてくるぞ。帰れクソガキ。なんだよ偏屈ジジイ。ブーふっ、いった。道場は退屈か。またクイナに負けたんだ。金ないぞ俺。やるってんだ。いいか、刀は人斬り包丁。危ねえ刀が妖刀。アホイエ、そら名刀だ。弱者が恐れ妖刀と名付けたら、それは誉れである。若え頃に作ったあれが俺にとって人生最高の一振りだったな。気性はど真面目、地獄の大王の名を与えた。あのジジイが和の国の侍、刀鍛冶下月幸三郎。名刀は人間を見、己に見合った剣士を選ぶ。